高平です。今日は滋賀県東近江市太郎坊さんに来ています。御朱印でもらって、これレーザービーム、あの青色のの3つ、ここからずっと向こう照らして11日までしてます。はい、今からこの階段上がっていきます。これ見て、この階段やばい。これ746段やったかな、何やったかな、763段やったかな。よいしょ、もう偉い。偶然出会った浜田さんと偶然は偶然。これで偉い。あかん、もうすでにもう偉い。昨日はちょっと上がってき、下から上がってきてんけど、家からずーっと。まだこれ景色何にも見えへんねんけど、こっちやばいな。ここで木を見て、なんかこれ時代の流れやな。まだまだあります。これずっとこう行って、こう行って、よっしゃ。まだこれ浜田さん行ってくださいよ。これうわ、これ勝負の神さん。何やった、ももクロ、クロバー Z もこれ上がってきて、そこからなんか、これ誰が来てんやったっけ、オリンピック選手やら、ヨウさん来てるやんね、浜田さん、これ。誰やったやろ、芸能人がヨウさん来てるやん、これ、勝負の神さん。あかん、足パンパン。うわ、これ景色綺麗。ああ、景色綺麗。ほんで、この岩が、こういう、岩、一枚岩とこうやれないけど、悪いことしたらこれ、ここが閉まるって言うって言われてんけど、一回も閉まったことないし、悪いことしてんの。まあ、大人は嘘つきです。ここは。どうぞ。あ、みかんさん、閉まってって。悪いことしてない？ここはこんな感じで。これもともと一枚岩やったらしいんやけど、これ割れてこんなんなったっていう。そう。はあ、来ました。はあ、ここが一番。はい、うん。来ました。こっち愛称町かな。これ今見えてる方が愛称町、畑塩ちゃんの愛称やな。愛称町ずーっと来て、ここら辺、名神妖怪地のインタら辺、真ん中ら辺がずーっとこっち来て、
あっちの竜王の方、竜王町。景色とても綺麗。これが私が住んでいる田舎駅東尾道です。うん、これもこれの照明のやつ、こっち、あ、ライトが、これ一枚岩のライトが、これが。もう OK です。もう9時。暑っ。もうここまで来るのだけでも帰りは参道におる。で、帰りはこっち側の道、この一枚岩の方からずっと抜けてきて、え、あ、そうなの。で、こっちから帰る、こっちから、うん、で、こっちから帰ります、降ります。これも階段もすんごい急、昨日階段登ってきて、も足がクタクタ。一応ここもなんかあんねんな、これ。足が笑ってる。赤っ。足が。階段で登るのも辛いけど、これ降りるのも辛いな。ここもお参りする場所。お百度参り。あ、こんなんあったんや。こんな方行ったことない。おい、お百度さんあんやね。こんな方行ったことないな、俺。はい、これ降りていきます。さっき登ったとこからこれぐるっとやったらやっぱり10分ぐらいかな、お参りして。もうなんせこれ来たことある人にわかんないけど、この階段が急やから、もうこれ降りる方はこれ一方通行ないけど、どうもないねんけどね。ここら辺もさっきでほら景色綺麗やね。ここら辺でこうやって綺麗。階段が。よいしょ。はい、これ不動明、うん、あ、カッパがある。天狗。古そうやな。はい、これさっき来たどこかな、箱から
だいたい約10分ぐるっと回ってきて、そんな感じでした。以上です。